皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではレギオンマッチの戦略の立て方について解説していきたいと思います。レギオンマッチは急に同じ方向を向くっていうのが大変だとは思うんですけど、ぜひメンバー内で納得いくまで話し合ってほしいかなっていうふうに思います。少しでも僕の動画がお役に立てれば幸いです。ということで、レギオンマッチ戦略の立て方やっていきましょう。まずはじめにやることなんですけど、それは方向性を決めるっていうことです。具体的に言いますと、今2つ方面があると思ってまして、1つはライフアシスト編成ですよね。相手を封殺にかかるか、一点突破でクリスタルを積極的に破壊に行くかの2パターンがメジャーだと思いますね。一応それぞれの弱点を申し上げますと、ライフアシスト編成っていうのは、別の動画でも言いましたけれども、強く使っていく条件はそちらで確認していただくとして、弱点は封殺できなかった時に巻き返しがほぼ不可能っていうことですね。攻撃力を犠牲にして防御方面に全振りしているわけなので、突破された時にはほぼ負けが確定してしまうって言っても過言ではないかなというふうに思いますね。じゃあ、攻撃力も上げられるように調整すればいいんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけど、そんな中途半端なことするぐらいだったら、それだったら一点突破の方に初めからした方が強いと思います。なんでもやっぱ中途半端が一番弱いので、これはもうどちらかに決めて弱点は受け入れていきましょう。一点突破の方の弱点は防御が噛みすぎるので、こちらよりも総合的に攻撃力が勝っている相手と当たってしまった時は、オーダーのタイミングとかレアスキルのタイミングとかでなんとか勝てる時はあるんですけど、こちらは例えば落とすのに30秒ぐらいかかるのに、向こうは15秒ぐらいで落としてくるみたいな感じになってくると、結構何もできずに負けるパターンっていうのが増えてくるんですよね。ただやはり最近は操りの時計がありますので、お相手の最後のオーダーを1分に削れた時なんかは結構勝率が上がるので、操りの時計は追い風にはなってるかなっていうふうに思います。で、続いてですね、2つ目に考えるべきはやはりメモリア選定ですよね。まずライフアシスト編成から見ていきます。どのメモリアを優先するかは優先順位を載せておきますので、そちらで参考にしていただければなっていうふうに思います。前衛なんですけれども、ライフアシスト編成では防御アップ、攻撃ダウン、補助スキルの防御アップ、補助スキルの攻撃力ダウン、それで余ったら攻撃アップや防御ダウンを入れていくっていうのがいいかなっていうふうに思います。支援に関しましては防御アップを優先して入れていただき、補助スキルの防御アップ、そこまで済んだら攻撃力アップや補助スキルで回復がついているものなんかを選ぶと良いかもしれません。妨害に関しましては、まずは攻撃力ダウンのものから優先的に入れていただいて、補助スキルの攻撃力ダウン、補助スキルの防御力アップ、補助スキルの防御力ダウンっていう形でメモリアを配置していただければいいかなっていうふうに思います。で、回復に関しましては、まず回復メモリアに防御アップがついているものから優先していただき、その次に攻撃力ダウンがついているもの、補助スキルが防御力アップのもの、補助スキルが攻撃力ダウンのもの、そして余ったら回復に攻撃力アップがついているものを選んでください。で、次にメモリアの枚数の比率なんですけど、前衛は序盤から中盤でクリスタルの破壊をできるだけしておきたいので、範囲多めで範囲が14の単体6がいいかなって思います。逆に終盤は耐えたいので、単体多めで単体14、範囲6くらいを目安にするといいかなっていうふうに思います。公演に関しましては、各役割メモリアとノインベルト戦術の有効メモリアで比率分けたいと思います。で、その比率は役割メモリアを14枚から15枚、ノイン有効メモリアを5枚から6枚入れておくといいのかなっていうふうに思います。4枚だと結構引けないことが多いので、できれば5枚か6枚ぐらいは欲しいかなっていうところですね。自身の役割がノイン有効メモリアに選ばれた時はもちろん役割メモリア20枚で大丈夫です。一応なんですけれども、もしレギオン様で広域再編の策を入れてユニットチェンジをできるようにしているレギオン様は、例えばスタートからノインアナウンスまでを自身の役割で
20枚用意しておいて、でノインアナウンスが流れたらノインベルトの有効メモリア20枚の衣装にチェンジして、ノインベルトが終わったら再編が入った後にもう一度役割の20枚に戻るみたいな形にするっていう戦法もあります。ちなみに後衛の内訳なんですけど、支援1、回復2、妨害2がいいかなっていうふうに思います。理由なんですけれども、防御アップっていうのは回復が結構フォローしやすいので、回復がフォローしにくい妨害が2人いた方がいいかなっていうふうに思います。続いて1点突破の編成を見ていきたいんですけれども、まず前衛に関しましては3人と1人で分けます。で前衛3人は攻撃力アップするものから優先して入れていただき、続いて補助スキルの攻撃力アップ、そして防御力ダウン、補助スキルの防御力ダウンっていう風な形で入れていただきます。そして残り1人は逆に防御を下げる役割を担っていただいて、防御ダウンするメモリアを優先して配置してもらいましょう。その次に補助スキルの防御力ダウン、それが入れ終わりましたら攻撃力アップと補助スキルの攻撃力アップが入っているメモリアを入れるとよろしいかなっていう風に思います。っていうような形で、まあ、1人は本当防御デバフに専念してもらって、まあ、3人でポイントを取りに行くっていう形が望ましいかなっていうふうに思います。で続いて支援に関しましては、まず攻撃力アップするものから優先して入れていただいて、その次に補助スキルの攻撃力アップ。でそれが入れ終わりましたら、防御力アップ系のメモリアを入れていただくのがいいかなっていうふうに思います。でもし補助スキルで防御力ダウンがあるものがあれば、それも優先して入れていいかなっていうふうに思います。そして、妨害なんですけれども、妨害は防御力ダウンを優先して入れていただいて、その次に補助スキルの防御力ダウン。この2つが入れ終わったら、攻撃力ダウン系のメモリアを配置されるのがよろしいかなっていうふうに思います。で補助スキルで攻撃力アップするようなものがあれば、そちらも優先して入れていいかなっていうふうに思います。で最後に回復ですね。回復に関しては、回復メモリアに防御力ダウンがついているものを優先して入れていきます。でその次に回復の補助に防御力ダウンが入っているメモリア、回復に攻撃力アップがついているメモリア、回復に補助スキルの攻撃力アップがついているもの、この辺まで入れてまだ余るようであれば、回復に攻撃力ダウンがついているメモリアを選ぶのがよろしいかなっていうふうに思います。そしてメモリアの枚数比率なんですが、前衛はスタートから最後の衣装チェンジまで範囲12、単体8がおすすめになります。単体が結構多い理由は序盤やられすぎないためですね。相手の攻撃が激しい時に単体を入れておくとダウン取りやすくなりますので、まあ、被弾を抑えるっていう目的があります。で最後の衣装チェンジから最後はまあガンガン攻めていきたいので、範囲を14枚から16枚、単体を6枚から4枚ぐらいにまあしていただければいいかなっていうふうに思います。後衛のメモリア比率は先ほどと変わらないので割愛させていただきます。後衛の内訳は支援1、妨害2、回復2で防御1点突破を目指しましょう。続いて標的に関してです。標的はライフアシスト編成では基本的に攻撃力デバフは相手のエースアタッカーに入れてください。そして前衛の標的は HP が一番少ない相手に絞るのがおすすめです。1人を無力化することができれば封殺率が跳ね上がるので、そのためにも一番 HP が少ないプレイヤーを狙っていきましょう。一点突破編成は基本的に防御ダウンをメインに行っていく一人は防御値がプラスの相手から優先的にマイナス値へ持っていくように調整していきましょう。他のアタッカー3人は相手のエースアタッカーをひたすら殴り続けるっていう形で大丈夫かなっていうふうに思います。そして最後にレアスキルのタイミングになります。これが一番難しいんですけどね。レアスキル担当になった人は何秒に1回相手を落とせるかっていうところですね。特に終盤ですね。それを計算して40秒ぐらいを目安にちょうどクリスタルを割れるようにレアスキルを打つっていうのが望ましいです。一番やってはいけないレアスキルの使い方は雑に残り1分ぐらいになったら打つ。相手が打ってきたからカウンターで使う。こちらのスタンバイフェーズ明けにすぐ打つ。の3点です。残1分に打つに関しては何も考えていないから論外としまして、
相手のカウンターで打つっていうのは相手に主導権があるのと同義なので、できるだけ、控えた方がいいですね。プラマイゼロになる可能性があること以外何もメリットはないので、あまりおすすめできる行動ではありません。こちらのスタンバイフェーズ明けにすぐ使ってしまうっていうのは、フェーズ明けすぐはこちらが結構有利な状態にあるので、レアスキルがなくても結構相手を全滅に追いやることをできたりするんですよね。なのでフェーズ明けすぐ使ってしまうっていうのはもったいないです。使うにしてもフェーズ明けで少し様子見て、あ、ちょっとこれ落とせなさそうだなっていうふうに思った時に、もう一押しの感じで使うといいかなっていうふうに思います。以上になります。僕がリーダー時代にいろいろ考えてたことを共有して、少しでも皆様の勝率に貢献できたら嬉しく思います。ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白いと思っていただいた方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。そして毎日夜10時過ぎより YouTube にてライブ配信を行っておりますので、そちらの方も遊び来ていただけると嬉しいです。それでは皆様ごきげんよう。